はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく5時ですね、29日昭和の日、まったりしたいんですけども、なんか雨降っててね、まったりというよりかなんかズワーンっていう感じですね。はい、行きましょう。ブルームバーグでございまして、アマゾン株急落、売上高見通しが予想下回る、ネット販売不振で1という記事がございます。2022年4月29日今日ですね、5時30分 JST ですから今朝早くに出た記事でございまして、2ヘッドライン、4から6月売上見通しは1160億から1210億ドル予想、1250億ドル、1、3月の電子商取引事業の売上高は前年同期比 3% 減。この1、3月でですね、売上が去年より減ってるんですよ。アマゾンの売上がね、前年同期比で減るなんてことはあるんでしょうかねと思ったけど、あるんですね。ちょっと読んでいきましょう。米アマゾン .com の4、6月括弧第2四半期売上高見通しは、ブルームバーグがまとめたアナリストの予想平均に届かなかった。インフレ加速や新型コロナウイルス化前の活動への復帰が進む中、消費者のオンライン支出が減少した。株価は28日に米株式市場が引けた後の時間外取引で 10% 余り下落した。時間外で 10% も下落するのすごいやんそれ。あれですね、コロナ禍でですね、皆さん自宅にいましたよね、こう2年ぐらい前は。1年前でもやっぱしいましたかね、自宅にね。私いませんけども私はほとんど変わりませんけど、それ自宅にいるとやっぱりね、時間があるんでね、ちょっと買い物しようかみたいなことになるわけですよ。で、自宅にいるとですね、やっぱり身の回りのものが欲しくなるんですね。でちょっとここにあの壁に何か飾ろうかとかね、ちょっとなんとか用品が足りひんなとかって、じゃあ買おうかとかなって、で出かけるのがはばかられるんで、アマゾンで買うということになって、どうでしょうね、2020年あたりなんかドドドドッと売り上げが伸びたんですよね。で、2021年も同じように伸びていたと。それが今年に入って減ったと。やっぱり皆さんはお出かけになるんで、アメリカなんか特にもう今年の初め頃からですね、制限を解いてですね、マスクもせんでええよということになってましたね。なんでライフスタイルが元に戻った、コロナ前に戻ったということになっているんでしょうか。コロナ前に戻ったということになると、やっぱお出かけするということになります。そうすると家にいる時間が少なくなる、短くなるんで、お買い物しようかというモチベーションにもならないと、まあ、そういう理屈なんでしょうか。はい、28日の発表によると、アマゾンが予想する第2四半期の売上高は1160億から1210億ドル、アナリストの予想平均は1250億ドルだった。アマゾンはエネルギーコストや人件費の上昇に加え、自社のオンラインストアがコロナ禍で不可欠な存在になった後、買い物の習慣の変化に見舞われている。1、3月括弧第1四半期の主力の電子商取引事業の売上高は前年同期比 3% 減。前年同期は米国でのデルタ変異株の拡大を背景に 44% 増、すごい 44% 増。まあちょっと伸びすぎたというのはあるんでしょうね44% はすごい。前年同期といいますか、21年の1、3月期ですね、は20年の1、3月期、20年の1、3月期というのはね、まだアメリカはあんまりそんなにコロナで騒いでないんですよ。なんかそんなん出てんでみたいなことになってたんですけど、その
去年の1、3月期は結構ピークが来てたんちゅうことかな、うん、44% 増、まあ、これに比べて 3% 減やと、まあ、まあ分からないでもないですけどね。続けます。1、3月の売上高は7.3% 増の1164億ドルとアナリスト予想とほぼ一致したが、2001年以降で最も小幅な伸びにとどまった。アマゾンの増収率が2四半期連続で 10% 下回るのは初めて。また純増益は38億ドル1株当たり 7.56 ドルの赤字、うん、前年同期は81億ドル同 15.79 ドルの黒字だった。アマゾンはリビアン、オートモーティブへの投資に伴う損失76億ドルを非営業費用に含めたと説明。同社にとって7年ぶりの赤字となった。まあ本業ではですね黒字を出してるんですけども、その、これ、あれですね、 EV のメーカーへ投資したのがですね損失になってるということなんですね。違う動画でも申し上げたんですけど、 EV ってね、みんな EV や EV やって言ってるけど、これね、なんと言いましょうかねそんなにねブルーオーシャンではないと思うんですよ。なぜかというと簡単に作れてしまうわけですよ、 EV っていうのは。汎用品の部品を使ってピンピンピンと組み立てて、つまり そんなに高い技術力がいらんわけですね。だからあれですね今後中国みたいな国がですねパンパンパーンと安い EV をですねどん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 出してきて、言うてみりゃあれ電化製品ですかね、あれEV というのは。だから中国みたいな国がですねバンバンと出してきて安く売ってということになるわけでして、だから乱立気味のね EV メーカーに投資するっていうのはあんまりね賢明な投資ではないんではないかなという気がしますね。内燃機関のエンジンですね、ガソリンエンジンとかですねはですね高い技術が必要なんですよ。非常に高い技術が必要で、それはまあ世界一の技術持っているのは多分トヨタとかそういう会社であって、まあ、ドイツのですね車も優秀です。でそれをエンジンからですねこうつなげていくというところに高い技術が必要だったんですけど、 EV はさほどでもない、さほどでもないんですね。そこでアマゾンは損失を出しているということですね、当たり前やんみたいな。株価は時間外取引で一時2560ドルに下落、28日のニューヨーク市場の通常取引の終値は 2891.93 ドルだった。年初来では 13% 値下がりしているということで、このブルームバーグの記事は終わっております。今日も実はですね私、現地調査といいまして、マンションの現場を見て回ってたんですね。今日行ったのはですね江戸川区の北の方とですね台東区で7カ所回ってきました。台東区山手線の内側も外側もあるんですけども、もう山手線の外側になるともう悲惨ですねもうシャッターだらけ、街に人が歩いていないまあ今日はですね祝日であり、なおかつ雨が降ったり止んだりしてましたので、午前中から午後早くにかけて、それは当然ですねその人はいないんですけども、まあその昔ここはお店であったな、小さな会社であったなというところがわーっといっぱいあるんですけど、物売りのお店でいまだにこう店開けてるところなんてほとんどないです。なぜダメになったかというと、一番は専門店スーパーみたいな大型店舗に押されたのがあります。でその次はその次と、まあもう関係ないでしょうけども、その今度大型店舗たちがですね今度 e コマースに押されてるわけですね。アマゾンであり楽天であり、まあその他いろいろもろもろのですね e コマースに押されてる、わけであって、もう物販ということに関しても今後ですねアマゾンの天下かなと、そのうちアマゾンがマンションを産んでみたいな話がですね冗談っぽくですよ我々の業界で語られてるわけですけど、
それは十分あり得る話でございます。だから e コマーズは一直線に伸びていくんかなと思ったら、そのあれであるそのリーダーであるアマゾンがちょっと停滞すると、まあそのコロナという特殊要因があってね、ビヨーンと伸びた後のですねちょっと停滞みたいなのがあるんですけど、いつかは限界が来ると思うんですよ。いつかはね、だから市場全部食い終わったら限界ですから、中国ではアリババですね、テンセントですね、いつかは限界が来ると思うんですけど、まだまだ行くんちゃうかなとは思いますよ。私はこれ一つの踊り場であってですね、その向こうに崖があるとは思えない、緩やかな坂を登っていくんではないかなという気がいたします。はい、このブルーバーグのサイト一応貼っておきますんで、全部読みましたけども、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。